はい、どうも、ジャルコズです。はい。本日はですね、先日、5月6日、最後のゴールデンウィーク日に、レコードディグに行きました。そしてですね、なんと、ちょっと詳しく説明すると、そのレコードディグってですね、じゃあ皆さん行ってますか？はい。行ったらわかると思うんですけど、ちょっと大きめのレコード店って、やっぱりこう人の出入りが激しいじゃないですか。はい。それで、やっぱりね、夕方に行っても、あんまりの残ってないんですよ。はい。大体ね、やっぱ本当のディガーというか、本当にね、コレクションを集めたい人っていうのは、もうレコード屋の開店と同時に、バンと行って、バンと買っちゃう。なんで、やっぱ夕方に行ってもですね、やっぱね、すっからかんなんですよね。特にビートルズの棚なんていうのはもうほとんどもうないんですよ。もうすっからかんで。で、その日はですね、ちょうど夕方に行ったんですよ。はい。で、ゴールデンウィーク最終日だし、もう残ってないなと。多分。で、案の定、ビートルズの棚、シングル見たら、もうすっからかんですよ。すっからかんっていうか、ほとんど残ってないんですよ。はい。では、ビートルズの棚行っても、前々からね、ずっと売れてないやつがあるなっていう感じで。それを買ってもよかったんですけど、ちょっとやめとこうと。で、ちょっといろいろ見てて、結局ないなと。帰ろうかと思った時に、じゃあ最後ちょっとプログレッシブロックのね、棚でも覗いていくか。ピンクフロイドとかね、そこら辺ちょっと覗いていくか、覗いて、で、プログレッシブロックの新着コーナー、ちょっと一応覗いてみるか。覗いたらですね、なんと、この作品あるの？しかも、UK 版っていう。もちろん、ファーストプレイスじゃないんですけど、あれって、で、ちょっと調べてみたら、これもしかしたら、それなりにいいやつなんじゃないの？と思ってですね、購入しちゃいました。はい。そちらがですね、大名作。はい。こちらですね。キングクリムゾン。プログレッシブロックで、ピンクフロイドと並ぶバンドですね。はい。ピンクフロイド VS ピンクリム、キングクリムゾンっていう本がね、この間ありました。実はプログレッシブロックって僕あんま聞いたことないんですよ。この作品は聞いたことあるんですけど、はい。あんま聞いたことなくて、ビートルズと、レッド・ゼペリンとかのハードロック、あそこら辺止まりなんですよね。僕の音楽的なその範囲っていうのが。1970年代初頭。そんな感じなんですよ。初頭まで行って、さらにブルースとかそっちの方に行っちゃったっていう感じで。はい。プログレッシブロックとかね、そっちの方に行かなかったんですけど。この作品はですね、ちょっと聞いてみたことあって、なかなかいい作品だなっていうのは思ってて、はい。でね、またね、この作品との自分、この作品のレコードと自分の出会いで言うと、実は1年半ほど前に、この作品の US 版をですね、とあるレコード店で見たんですよ。で、買おうかなと思ったんですけど、ちょうどその時に、すいません。ちょっと今見つからないですけど、イマジンの US 版がですね、あって、ビビッと来たのはこっちだったんですけど、やっぱイマジンの US 版は買っとかなきゃダメだなってことで、イマジンを買っちゃったんですよ。はい。それで、この US 版買わなかったなーって思ってて、でもなんか欲しいなっていう気持ちはあったんですよね。で、ある日、夢でですね、このレコードが現れて、こう、スッて抜かれていくような夢だったんですよ。で、その次の日かなんかに、そのレコード店に行くと、もうその US 版はなかったんですね。はい。で、その後もですね、去年、シカゴに行った時に、US 版を見つけて買おうかなと思ったんですけど、結局買わず、はい。別のレコードの方に行っちゃったり。で、じゃあ UK 版買ってみるかと思ったけど、ちょっと高いので、なかなか勇気が出ず。そしてですね、ついに、5月6日、出会ってしまいました。はい。
で、まあこれ、でもただそれもね、まあ値段もですね、まあ普通のレコードにしてはちょっと高いなっていう感じだったんですよ。ただこの作品、まあこの作品として、まあ考えると、まあそれで妥当だなっていう値段。で、一回レコード店を、まあ視聴して、あ、まあちょっと、プチノイズあるとこあるなっていうところも感じて、一回出たんですよ。はい。あの、状態はいいんですけど、まあちょっとプチノイズがあるとこがあったんだ。で、一回考えようと。で、考えて出て、一、二時間後に、買おうか。戻って、買っちゃったという。はい。すいません。長くなりました。はい。クリムゾンキングの宮殿という作品です。アン・オブザベーション・バイ・クリム、キング・クリムゾン、イン・ザ・コート・オブ・ザ・クリムゾン・キング。はい。キング・クリムゾンのクリムゾン・キングの宮殿。ややこしいですね。まあ、このね、このジャケットインパクトあるんで、まあ皆さん、どっかで一度は見たことあると思います。まあ名盤らしいんですよ。まあ、名盤なんですけどね。まあ、ビートルズのアビーロードを、まあ1969年の終わりぐらいに出たんですけど、まあ、蹴落としたとかいうアルバムなんですよね。ただこれ1位にはなってないみたいですね。イギリスで5位で、アメリカで27位とかそんな感じで。で、これ、ファーストプレス、セカンドプレスは、レーベルがピンクなんですけど、こちらはですね、ピンクじゃない。はい、ピンクじゃないんですよ。あのね、まあこれ、あの、おなじみのインナースリーブ、こんなのついてます。まあ、こんなのね、まあ、本当に、全然どうでもいいんですけど、どうでもいいというか、まあ、いいんですよ、インナースリーブは。はい。こんな感じ。歌詞が全部書いてますね。アイランドレコーズ。あのね、キング・クリムゾンは、これ、あの、アース・バウンドというこの作品、これ結構ね、入手しやすい1972年のライブ版ですね。こちら持ってるんですけどね、そんなに、なんかちょっと、音源としてはちょっとあまり、音があんまり良くないんですけども。はい。で、こちらいきます。これね、マトリックス4って言って、1972年頃にプレスされたものですね。リプレスですね。はい。まあ、ファーストプレスはものすごい値段がします。はい。で、ピンク色のレーベルなんですけど、これはね、リムですね。この端っこのところはピンクで、なんかこういう絵になってるってですね。マトリックス4。4U、B 面、A 面、4U で、マザーがですね、3、マザー2、HD、2桁プレス。B 面は2の LG。EMI でプレスされたんですかね。なんか同じような感じの作りになってます。EMI 系のレベルなのかもしれません。すみません。ちょっとわかりません。ということで、まあね、これ聞いてみます。キングクリムゾン。あの、ローリングストーンズのハイドパークコンサートのね、前座として出たみたいですね。その時の映像見たことありますけど、いや、なんかまあ、なかなかね、すごいですよね。いや。まあ、ただちょっとね、プログレッシブロックのこの、キングクリムゾンに関しては、ちょっとインテリ風っていう感じがするんですよ、なんか。なんとなく。なんかちょっとこう、インテリ風っていう感じがして、なんかこう、ちょっととっつきにくかったという、今まで。ただちょっと名盤っていうことね。やっぱ UK 版で、まあ、リプレスなんですけども、これは聞くべきだと思って買いました。はい、聞きます。なかなかね、音も迫り来るドラムが良かったような気がします。あれ？こんな感じ。結構音でかいですね。音でかいな。してきました。
はい、ということで、聞いてみました。今聞こえました。はい、いやー、なんかこれプログレッシブロック初かもしれませんね。ちょっと本格的なプログレッシブロックは初かもしれません。あのピンクフロイドは聞いたことあったんですけど、はい、でまだね、ちょっとこちらのクリムゾンキング、キングクリムゾン、いや違いますね、なんかあのピンクフロイドとかとはまた違いますね。はい、まあとりあえずプログレッシブロックって、まあ、調べてみたんですけど、まあそのアートロックとかそういったアートロックとも呼ばれていたり、まあプログレッシブロックっていうのはアートロックよりまあもう少しちょっと違う概念で、アートロックはプログレッシブロックの中に取り込まれた、まあ音楽的に言うとジャズとかクラシックの要素っていうのをまあロックミュージックが取り込んでいる。そしてアルバム一つ一つにコンセプト性があると。そうなんですね。まあペットサウンズもそう、まあ元祖とか言われてますけど、まあサージュン・ペッパーズ、これはもう決定的な事件であったと。はい、あのロックアルバム単体で一つのこうコンセプト性を持っちゃった、まあアイデンティティを持っちゃったってことですね。はい、一つがこうパッケージング化されたような作品になってしまって、まあそれをもう、 こう発展させた姿、はい、まあロックって非常に単純な音楽ですよね。まあキングクリムゾンの音楽も、まあ、正直言って別になんかこう装飾、まあ、ものすごいなんかジャズっぽさがあったり、まあなんかそのストリング、派手なストリングとかあのシンセサイザーとかね、いろんなこう音が重ねられたすごいサウンドっていうのが出てくるんですけど、まあある意味これは装飾的なものですね。はい、非常に単純な形の周りに非常にこう荘厳な装飾がついているっていう、そういう印象を私は受けました。はい、あのすいません、プログレッシブロックに関してはほとんどピンクフロイド以外はあまり聞いたことがなかったもので、はい、で、まあこれはね、結構最初の曲は結構聞いたことあったんですよ。こうガツンとくる、はい、この有名な曲ね、あの21世紀の何でしたっけ、あるんですね。まあこれあの、はい、21st century スキゾイドマン including mirrors、 はい、この6分の曲、この印象が強すぎですね。こうガツンと、このなんか、なんて言うんですかね、まあ普通のロックですよね。あのリフが効いた、まあその後になんかジャズっぽさ、なんか インプロビゼーションかわかりませんけど、はい、まあそこら辺もあって、いやそれはまあすごい爽快なんですけども、その後の曲ってね、意外とね、こう静かで、こう、しんみりとして、まあ、フォークソングみたいな感じなんですかね。で、そこのところどころに、クラシックのなんか、音楽的要素が、こう、ちょっとあったりして、はい。で、まあ、ジャズっぽさもちょっとなんか、ところどころ見えたりして、まあ、ピンクフロイドとはまた違うんですよね。はい。ピンクフロイドはどちらかというと、なんか、ブルースとかなんか、あっちの方が、こんな感じにするんですけど。ということで、こちら聞いてみました。いや、プログレッシブロック、まあそのサージン・ペッパーズのそのロックっていうのはコンセプチュアル性を持ったっていうところが一つのこうアートに昇華する一つのきっかけとなったんでしょうね。はい。1960年代いましたね、そういう前衛音楽家。そういった要素っていうのがこうコンセプチュアル性を持つことによって、60年代の終わりから70年代の初めにこう一気にドットロックミュージックと融合していったっていう、そのまあサージ・ペッパーズね、究極的な姿、突き進めた姿っていうのがやっぱこのこういう感じの音楽なんでしょう。はい、まあそうですね、まあ、70年代の最初ぐらいがまでが、まあ、プログレッシブロックのまあ最盛期なんでしょうけど、いやまあ非常にまあ聴いてよかったです。こういう作品だったなっていう、あの聴いたといっても一番最初の曲ぐらいしかあんまり印象がなかったというか、あんまり他の曲あんまり聴いたことなかったので、
こういう感じなのかということで、あの勉強になりました。またちょっとね、いろいろ聞いていきたいと思います。はい。ということで、本日もありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。はい。でね、最近実は、ピンク・フロイドのね、ダークサイド・オブ・ザ・ムーン、これもね、まあ、少し前に手に入れました。セカンドプレスで。まあ、状態はね、良くないです。だからその代わり、すごい、こう、お手頃値段だったという感じで、まあ、それで購入したんですけど、こちらもね、まあ、ちょっと、近々紹介していきたいと思います。これね、プログレッシブロックイン、やっぱ有名な2つのアルバムですよね。はい。ということで、はい。こちらと比較して、まあ、あちらの作品はどうかとか、そういったこともね、ちょっと語っていきたいと思います。ということで、本日もありがとうございました。あ、そしてレッド・イット・ビー、本日、てかもう、はい、5月8日公開ということで、こちらもぜひ見たいと思います。そして、ジョン・レノンのね、映画もね、10日公開なので、そちらも見たいと思います。それでは本日もありがとうございました。